どうも、はじめまして。しまもんチャンネルの編集を担当させてもらってます。ハッシーと言います。なぜこの動画を上げてるかと言いますと、コロナなんですけども、感染したみたいで。まあ正直、今の時点でもはっきりしてないんですけども、コロナに感染しました。本当に苦しいです。体験して思いました。多分人生でベスト3に入るぐらいきつかったです。夜中ぐらいに、まあちょっと喉の違和感と、ちょっとだるさがあって、で、まあ最初は、まあ疲れなのかな、と思ったんですけども、まあ念のため、熱を測ったんですよね。で、そしたらその時37度あって、で、ん?と思って、あ、ちょっと熱あるなと思って。で、その日は、その時、薬があったので、市販の、イブとかを飲んで、で、寝たんですよね。で、まあ最初は風邪だろうと思って。朝起きて、まあ熱を測ってみたら、37度3分。その頃には、症状としては、発熱、あと、まあ、すごい倦怠感ですよね。だるさというか。この場合もなんかここ、後ろになんか2キロぐらいの重りがずっと乗ってるような感じで、なんかこう熱独特の、なんかふわふわする感じですか。なんかこの胸の中央のちょっと上あたりが、なんかこう押されてるというか、なんかちょっと痛いなっていうのが、最初の症状でした。なんか本当、ルールがないと言いますか。どういう風になってもおかしくない怖さ。だから自分も、まあずっと平熱、あ、まあずっと37度とか言ってても、いつこれが悪化するのか、肺炎を起こすのか、そういう怖さと、明日は大丈夫かなっていう、もう、怖さとの戦いですね。なのでまあ、隔離で全く部屋から出れないストレスと、その恐怖とかで、多分だいぶメンタルが、やられる。あと、まあ食欲がもう、全然なかったです。まあ僕結構、本当に食べる方なんですけど、食べるのも好きで。でも、もう全く食べる気がしない。何も。あの日、やっぱりもうおかしいなと思ったのは、お風呂に入ったんですけども、でお風呂に入った時に、やっぱり息切れがすごいしたんですよね。トイレちょっと行くだけでも息切れ。これちょっと本当にまずいなってその時に本当に思って、やっぱり最初の5日間ぐらいは本当に辛くて、もうひたすら寝てましたね。で、たまに夜とかも息苦しくなって、本当に、あれこれ本当にやばいのかなと思ったと思いますし。で、ずっと同じような症状がずっと続くんで、37度とか。上がりもしない、下がりもしないっていうのが。で、あとね、寝汗をすごいかきました。もうちょっと寝るだけでビチャビチャになって、で何度も服を変えたんですけども。まあ、これは本当に個人差があって、あくまで僕の症状なんですけど、寝汗をすごいかきました。寝てる間とかに、やっぱり、まあ、その、病気の辛さもあるんですけど、メンタルですね。これは、きついです。もう、まあ、僕もどちらかというと、手洗いうがいとか、結構徹底して、やってた方だと思うんですよ。まあ、なんか、どっかね、遊びに行ったり、なんかしてて、コロナになったなら、ちょっと反省はできるんですけど、結構徹底的にやってて、かかってしまったので、今の時点でも正直、どこで感染したのかわかんないです。なので、あ、徹底しててもこんなかかっちゃうんだなっていうところで、より怖さが増したかなっていうふうに思います。これがこの先どれぐらい続くかわかんないんですけど、とにかくね、自粛して、まあ、変な話僕みたいにならないようにね、対策を皆さんしてほしいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく。